海上自衛隊の潜水艦隊も22隻体制となり、親潮型から太平洋型まで、性能、静粛性に、機動力に特化した潜水艦隊が存在します。今回は、この潜水艦の次期潜水艦に、VSL を実装を考察していきますね。そう、竜型から X 舵に変更され、水中運動性がかなり向上していますし、何より海底に基礎越しても、舵の損傷が今までより少ないとの話。これは国連恐れるわけですよね。いや、アメリカも欲しがるかな。2023年を迎えた日本は、昨年末の国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つの文書の改定と閣議決定をもって、これまでにない防衛費の増額を正式に進める方針を、改めて国内外に示す形となっている。2023年度から2027年度までの累計の防衛費が、およそ43兆円規模に達するという、総額や対 GDP 比で見た場合の防衛費の増加は、無論のこと、かつては敵基地攻撃能力と、言われ現在は、反撃能力とされる兵器の保有に、注目が注がれている。この反撃能力を、具体的な兵器として体現するものとしては、現行の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾等の国産ミサイルで、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの入手も検討対象に入れられている。トマホーク巡航ミサイルの場合は、最新型のブロック5であれば、それに該当するが、こうした反撃能力を構成するミサイル類は、対艦、対地の両方の用途に使用可能な兵装であるという点が、非常に大きな意味を持つだろう。それは、日本が、有事の際に、今の時点で、最も懸念を抱いていることの一つが、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島に対する、中国海軍の艦艇の侵攻だと考えているのではないかということを、端的に表しているように映るからだ。現在の陸上自衛隊が、配備を行っている人に意識地対艦誘導弾は、最大射程距離は、100数十キロメートルほどに過ぎず、このことから、南西諸島の複数の島々に、個別に配備を行う必要が生じ、どうしても分散配置とせざるを得ない。これが、ミサイル本体は、全くの別物に置き換えられる人に意識地対艦誘導弾の能力向上型になれば、その最大射的距離は、第一段階でもおよそ 900km、最終段階では、実に、およそ 1500km までの延伸が基とされている。これだけの射程距離が確保されれば、配備先は、沖縄本島は、もろか九州本土からでも、飛翔速度が音速であるという点を除けば、南西諸島全域のみならず、中国の沿岸部まで、攻撃可能な範囲を広げることが可能となる。しかし、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、未だ、開発の途上にあり、地上の車両を用いて運用される地発型であっても、どんなに急いでも、3年後の2026年度の配備が最短のようで、今、しばらく、その獲得には、時間を要する。また、その過程は、あくまで、今現在進行中の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の開発がスムーズに進んだ場合の時期であり、イレギュラーな事態に遭遇すれば、さらに完成が遅延することも頭に置いておく必要があるだろう。アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達の検討は、そうした点は、すべてクリアした完成品のミサイルであるため、海上自衛隊の水上戦闘艦で、標準的な MK41 型の VLS 垂直発射艦を装備している艦艇が全て対象になる点も利点となろう。昨年閣議決定された安保関連3文書の中においては、
海上自衛隊の護衛艦の数は54隻体制とし、キレとは別に新たな小型艦である哨戒艦12隻の体制を構築することが目標に掲げられており、さらにイージスシステム搭載艦も2隻を別に新造する。その中で潜水艦隊だけはこれまでの22隻体制からの増枠は記述されていなかったが、海上自衛隊では昨年2022年3月に就役を果たした太平洋型の1番艦太平洋によってその体制を名実元に確立した状態にある。ただ依然として現有の戦力の中ではこの潜水艦隊が最も敵の艦艇の南西諸島への接近を阻止し得る存在であり、航空自衛隊の F2 戦闘機と並んで対艦攻撃の主力を構成する重要な兵器であることには変わりはないだろう。この太平洋型の2番艦である爆撃も今年3月には就役を行う予定となっており、現在の前々級の親潮型9隻、前級の総流型12隻、太平洋型1隻の22隻体制から親潮型1隻が練習用の潜水艦等に回ることが想定される。すでに親潮型の1番艦親潮が2015年、2番艦の満潮が2017年に広島県の5基地に所属する練習用の潜水艦に艦籍の変更が行われているので、順当に考えれば3番艦の渦潮がこれに続くと思われる。渦潮は2000年の就役以来神奈川県の横須賀基地の所属であるため、これが実戦配備から練習用の潜水艦へと変更される場合、太平洋に続いて爆撃もそのまま同基地への配備がなされる可能性が高い。いずれにせよ海上自衛隊では親潮型、総流型、太平洋型の3種の潜水艦を未だしばらくの間は併用を続け、その中で22隻体制を維持していくと思われるが、これらにはそれぞれ同じ通常動力型とはいえ、機関構成が異なっている。まず、最も古い親潮型の機関構成は、潜水艦が実用化されたおよそ1世紀前と変わらぬもので、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを用いており、最大で水中での出力が7700馬力、速力が20ノットと公表されている。続いて、前級の総流型は1番艦総流から10番艦小流までがディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーター、そしてスターリング機関を搭載しており、これによって非対機依存推進を実現している。非対機依存推進は通常動力型の潜水艦において動作に空気の給排気を必要とするディーゼル機関等の内燃機関の連続潜航が可能な時間を延伸する目的で組み込まれた仕組みの総称であり、スターリング機関や燃料電池が主となっている。そう、流型では1番艦から10番艦までの10隻がスウェーデンのコックムス社製のスターリング機関をライセンス生産して搭載しており、スペックは最大で水中での出力が8000馬力。速力が20ノットと公表されている。これが、そう、流型の11番艦である、欧流と12番艦の東流では、スターリング機関が廃止され、ディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池とモーターという機関構成に改められ、以後の太平洋型でも継続されている。そう、流型の最終の2隻である、欧流、および、東流では、この機関変更によって非対機依存推進ではなくなり、スペックも、最大で、水中での出力が5600馬力、速力が18ノットと低下しているが、運用効率は向上したと召されている。
このスペックの数値を聞けば、最大出力で 30%、最大速力で 10% も低下していることの影響が懸念されるかもしれないが、ディーゼル機関、蓄電池、スターリング機関の3つの管理を同時に行うことは、運用上の難易度も高かったようだ。さらに、そう、流型10番艦までの非対機依存推進を実現させるためには、所属する呉や横須賀の基地内に、そのために必要となる液体酸素を保持しておく必要があり、それらの一連の設備の維持とメンテナンスにも、労力が必要となっている。そのため、横流以降、最新鋭の太平型では、鉛製の蓄電池に比して、充電時間が短く、大電流の供給が可能なリチウムイオン製の蓄電池を実用化できたことで、そうしたトータルの効率が大きく改善されたと考えられる。兵器としての潜水艦を機械的に考えてみても、機関構成をシンプルにした方が、運用上も助けになると同時に、日常的な点検やメンテナンスにおいても、その負荷が軽減されるであろうことは、想像に難くないであろう。海上自衛隊の22隻の潜水艦は、親潮型9隻は、呉に4隻、横須賀に5隻、そう、流型は、呉に8隻、横須賀に4隻、太平型は、横須賀に1隻の配置となっており、合計では、5が12隻、横須賀が10隻という状態である。これは、今後も、南西諸島方面の防衛を強化する上で、そこに地理的にも近い呉基地への配備に若干傾斜させているためと思われ、東シナ海方面を重視したこの配備状況は、今、しばらくこのままの状態で推移するものと考えられる。